はい、今なんかバスが今そっち側から来てますが、そっちの方から僕も車で来ました。あぶね、やられる。ほらなんかヨーロッパの佇まいですよね、なんかね。その車、僕の車ですよ、今止めてる。あのね、なんですか、イギリス、まあそう、まあ、オーストラリアもそうだったんですけど、あそこにほら、なんか立ってるでしょ、ピーって書いてあるやつの緑色の、なんか、なんか筒みたいな、柱が立ってるでしょ、あそこでお金払わなきゃいけないんですよ。それがいつもね、なんかもう、1時間3ポン、3.50 ポンドって書いてあるのに、4ポンド入れたら、お釣りが出てこないんですよ、なんででしょうね。なんでかわからないんですよね。昨日か一昨日ぐらいに1ポンド1.8ポンドって書いてあるところに2ポンド入れて、結局その 0.2 のお釣りが来ないわけですよ。なんで来ないんでしょうね。不思議だ。わかんないですけど、これ全然泥棒、ずっと泥棒されてるっていうふうに僕は思ってるんですけど、イギリス政府に泥棒に遭っているみたい。駐車料金を払うたびに。まあいいんですけどね。まあとにかく、あの、何ですか。バーミンガム大聖堂に来ました。いつもね、大聖堂に来るんですよね。ニューヨークでもニューヨーク大聖堂に行ったんですけど。やっぱね、ちょっと、そう。あの何ですか、そのね、なんかその大きな教会の中っていうのはものすごくそのなんていうか、その清らかな空気が流れててすごいいいですよ、マジで。だから結構っていうか毎回行きますよね、いろんな街に行った時に。ヨーロッパ、アメリカって言いながらオーストラリアでは行かなかったんですけど、ニュージーランドでも行かなかったんですが、これね、ちょっと行ってみます。ルイ・ヴィトンなんて、ルイ・ヴィトンなんて行かないですね。よし、ちょっと大聖堂入ってみますね。これ中撮っていいのかな、撮影しないでくださいってよく言われるんですよね。ちょっと、ほら、この木、オリーブの木ですよ。オリーブいいですよね、なんかね、オリーブの木。わあ、なんか綺麗だな、このオリーブの木。ほら、これ綺麗に生に ならないんですよね、日本で。そのよくホームセンターとかに売ってますけどね、オリーブの木が。Can I take video? Thank you very much. Wow. すげえ。すごいな。神父さんがいらっしゃる。
思いますね。